私たちが今過ごす当たり前の日常は、誰かが叶えたくても叶えられなかった日常です。私の祖父母は石巻によりたくさんの大切なものが失われました。被災しているにもかかわらず、地元の避難所でチェアリーダーの方が復興支援活動をしている姿に感化され、私も地元に貢献できるチアリーダーを目指したいと思いました。国内外からのたくさんの支援のおかげで震災を乗り越え、活気を取り戻していく姿に、私は支え合うことの大切さを学びました。今度は私たちが応援の輪、笑顔の輪を広げていく番です。憧れの存在が増えていけば、次の世代にも震災を語り継ぐことができ、この思いを未来につなげていくことも、私たちチアリーダーにとって大切なことだと思います。私の姿や行動で少しでも周りの人や子どもたちの原動力となれるよう、影響力のあるチアリーダーとなって頑張りたいです。受け取った応援のバトン、今度は私が渡す番。力の源は過去のみんな。今を大切に生きる、それが私たちにできること。